も、達也です。今回はですね、プレイヤーだけで洞窟攻略、野獣の洞窟編やっていきたいと思います。今回挑戦する野獣の洞窟は、海底洞窟になりますので、以前ね、ご紹介した、どこだっけあれ、硬滑でしたっけ硬滑のね、洞窟と同じように、スキューバのフィンは必須のアイテムになりますね。あとは、一応今回は、まあ、安全を期してね、プレイヤーだけで挑戦していくので、まあ、必要最低限と言わず、これね、今僕はね、病気のバフをつけて移動速度が上がってる状態で、さらに、フォーカルチリと、ラザスチャラを飲んで、これね、ラザラスチャウダーを飲んでると、スタミナがね、これ書いて、今これ、SE じゃこれ、出てこないのか、効果。スタミナがね、水中で回復するので、泳ぎ続けることができるので、フィンを装備して、あとですね、クロスボウも持ってきております。こいつがあるとね、さらに安定して回収が可能なので、それではやっていきましょう。スキューバのタンクも持ってきてはいるんですけども、ラザラスチャウダーを吸っていればじゃない、飲んでいれば、こんな感じで、酸素のね、減りが遅くなりますので、まあ今ちょっと僕はね、病気かかってるので、ヒルの病気にかかってるので、酸素のね、消費量がちょっと 50% 減ってるので、違う、50% 上がってるのか。減ってるって逆だな。50% 上がっちゃってるので、まあそれでも、こんな感じでね、かなりゆっくり酸素ゲージが減っていくので、危なくなったら、スキューバのタンクを装備するっていう感じでやっていきたいと思います。では入り口はね、ここなので中に入っていきたいと思うんですけども、ぶっちゃけ以前紹介した硬滑の、洞窟、あの海底洞窟ですね。アイランドには海底洞窟が2つありまして、そのアーティファクトが取れるね、海底洞窟2つありまして、個人的には硬滑の方が難易度が高いです。野獣は正直、まあ、長さも短いですし、アーチファクトをね、がある場所が開けてるので、比較的、ま、硬滑よりかは安全に回収可能ですね。で、ちょっとクロスボウを持ってきているのは、最後のね、そのアーチファクトを回収するところで、まず、まあ、その時の脇にもよるんですけども、結構ね、電球なぎが多い時は、あ、ここね、右側の壁沿いで行きまーす。で、以前のね、硬滑と洞窟と同じように、この天井をね、なるべく沿っていきましょう。これちょっと今回なんか生物の脇が少ない気がしますね、個人的に。まず、あと、あの辺の表示を消しておきましょう。あ、やべ。こんな水中で。そうですね。それはそうだ。それはそう。それはそう。まあ、まっすぐね。ここ、プレイヤーだったらここで歩いていけるので、ショートカットできるので。このね、野獣の洞窟は特にね、プレイヤーだけで回収に行くとき、すごく、何?利点というか、ここね、ショートカットできるので、コースをね。なんだっけ?そう、クロスボウね。クロスボウは、電気ウナギが、ちょっと数が多いと、さすがに、そのアーティファクトがある部屋が広いとは言ってもなんですよね。一応、念のために。パッと回収できそうだったら、それはそれでいいんですけど。さあ行きましょう。あとはなんかアーティファクトじゃなくて、クレートか。洞窟クレートも湧いてたら、アルファ、メガロドンが湧いておりますね。なるほど。これ、あえてそれ、上から行ってもいいですよ。いや、上から行かずに行くか。正直今水中の方が速い気がする。というか安全な気がする。まあ別に地上、今の移動速度だったら地上から行っても全然安全なんですけど。ああ、もう見えてますね。あそこにもう、
正面ですね。あーでも結構電気ウナギいるな。これはいける？あーいけそう。いやーいけないいけないいけない。あー隠れても湧いてる一応。あーいや湧きすぎだなそれ。一回ちょっと振り切ってみてもいいですけどね。このビリビリがこれプレイヤーだけで、この水中洞窟を攻略する時のコツなんですけど、コツの一つなんですけど、この電気ウナギがビリビリ言ってる時は必ず開けない。そうアーティファクトとクレートを開けない。これ今よし OK。 こういう感じですね。ビリビリ言ってる、もうビリビリ聞こえたなと思ったらもう開けない、一回スルーする。これ大事です、これコツとして。それもちょっと回収したいんですけど、酸素は大丈夫 OK。 ラーザラスチャウダーもまだ280秒ある。一回引きつけましょうか。引きつけて左に曲がりましょう。もう先回りされてる。違うか、それ帰ろうとしてんのかそれ。はいはいはい、なるほど。それいるな、あそこにもいるな。これビリビリ言ってるね、ビリビリ言ってる。これはダメ。危ない今すれ違ったよ今そのさ戻ろうと、あこれいけますね、これいけそうじゃないか。これメガロドンはもうな、もう無視、完全無視で大丈夫。おし、まあ大したものはなかったですね。じゃあ帰りますか。まあ、今回クロスボウは風が、まあ、クロスボウで、あちょっと待って、え、あぶれ、そう言って一応クロスボウで安全に処理して、あとは複数のね、カワウソを巻いて複数個持って帰りたい場合はこっちに来て、ちょっとなるべく早く離れて。オッケー、これでこんな感じでここまで来たと子たち、あいや今ラグってた。一回スキューバ脱いで、あブループリント、ブーツか、あブーツはもういいの持ってんだ。おいで、あまああそう、ああやってちょっと数減らすだけでもねだいぶ楽になりますので、こんな感じで、これ気をつけてくださいね。はいーよ。まあ安全なところから処理するって感じですね。まあ、今回は、ラザラスがまだ効果あるので今のうちに帰りたいと思いまーす。じゃあ。内側から行こうかな。正直クロスボウは原始的なやつでも、まあ、比較的ね電球なぎそんな体力高くないので、よし、あとは他のね洞窟クレートを周回してたら結構簡単にね至高のクロスボウ手に入るので、まあこういうところでね至高のクロスボウ使っていくのもいいんじゃないでしょうか。というかで帰りましょういやこのねこの野獣の洞窟はやっぱねアーティファクト、あの狡猾はアーティファクト回収するとこが狭いのでちょっと難易度高かったんですけど、やっぱ広いとねこうやって移動速度上げてるだけでプレイヤーはねほんとサクッともう逃げれるのでいいですね。すごく安定してます。あ誰か、あ誰か来てるのかな。あいる、あちょうどちょうどまさか裸で回収、あーごめんなさいごめんなさい、大丈夫かな、マシロは大丈夫、大丈夫、ちょっと別、恋じゃないです、すいません恋じゃないです、
援護するか。援護できてるそれ。ちょ、まさか裸で回収に来てるやつがいると思わないだろうから。大丈夫？全然強いわ。全然強いわ。大丈夫そうかな？うん、余裕、めちゃくちゃ余裕そうだわ。じゃあ帰りますか。危ない危ない。ラザラスが。まあ、そうですね。あの、生物、まあ、生物が強い子がいたらね、まあ、全然安定して。まあ、ただ、公式サーバーだと、やっぱ事故があるんでね。そう、普通にサバ落ちで、プレイヤーがいたら、あれですけど、そう、サバ落ちでね、生物が、例えば無抵抗で、みたいな、全然ありますからね。そういう事故は。まあだから、序盤とかですね。序盤とか、まだ強い子が、強い生物がいない間はね、こういう感じでプレイヤーで回収してみるのもいいんじゃないでしょうか。まああとは、この利点としては、海洋生物いなくても回収に行けるっていうね。うん。そういうところもいい点なので、ベッドジャンプしてね、小屋に、まあ、僕は今ね、すごい贅沢な感じで、発電機と冷蔵庫置いて、フォーカルチリとラザラス入れて、みたいな、やってますけど、全然その価値はあります、正直。洞窟クレート周回したりとか、アーティファクト回収するために、全然そのね、料理を作るのもいいんじゃないかなと思います。いや、今回、本当にサクサクだったな。その時によってはね、野獣の洞窟は、一番最後のアーティファクトがあるエリア、あそこがね、ま、今回は、ま、比較的少なめだったんですけども、異常なぐらい、電気ウナギがいる時があるんですよ。いくら振り切っても、絶対、なんか、一匹二匹いるみたいな時があって、そういう時は、クロスボウが必要になることもあるので、今回はなんか普通って感じでしたね。数は。あったんで、まあ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 。あとはまあ、うまく負けてたっていうのもありますね。なので、一応、クロスボウは、持ってっておいた方が、確実性は上がりますね。回収の。はーい。というわけで、帰ってまいりました。読み込んでるな、それ。はい。今回も無事、野獣のアーティファクト、回収完了です。いやー、まあ、一応ね、金属のブーツの、ブループリント。まあ、ちょっと、僕は、これ、もっといいやつ持ってるので、いらないのでね。まあ、他のね、日本人の方とかに、お渡ししようかな。まあ、野獣の洞窟ね、まあ、ちょっと、まあ、ここ、そうです。野獣の洞窟は、まあ、個人的に、そうですね。本当に、狡猾よりも楽なので、サクサク、うん。こんな感じ。いや、もう、これ以上何も言うことないですね。これ以上何も言うことはない。本当に、もう、ルートも、壁沿い右側行って、で、プレイヤーだから、陸地上がって、ぴょんって越えていくだけっていう、もう簡単なので、はい。ぜひね、今回の動画も参考になった。それ参考、うん、まあ、参考になるか参考になった。いや、ちょっと本当に、簡単すぎる洞窟に関しては、ちょっとね、ちょっと動画上げなくてもいいんじゃないかって、若干思ったり思わなかったりするので、まあまあ、一応ね、うん。一応、全洞窟やっていきたいと思いますので、今後もね、もしこの動画が参考になったよという方は、いいねと、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、別の動画でお会いしましょう。